いや、びっくりしましたね。ロンジンの方ですけれども、キーストンっていうアメリカのメーカーですね。ここがケースを作ってました。で、この機械なんですけど、ロンジンの方は 10L ですね。10L っていうロンジンのキャリバーが、まあ、入ってたんですけれども、まあ、これは、まあ、予想通りですよね。まあ、ちょっとつね。はい。10L という機械が入ってます。ロンジンの機械です。でですね、このウィットマンなんですけど、ケースはですね、やっぱりキーストンのケースだと思うんですけど、ちょっとシール貼っちゃってありますけど、アメリカのケースなんですけど、機械がですね、これウィットマンの機械なんですね。で、これ、ちょっとどこの機械かわかんないんですけれども、AXA かな？なんかちょっと入ってます。で、これ明らかにちょっとロンジンの機械ではないと思いますね。このウィットナー。で、結構ウィットナーの時計見るんですけど、ロンジンと違う機械入ってるの多いですよね。だから、アメリカ向けの子会社っていうふうに言われてますけど、意外にウィットナーはウィットナーで独立してたんじゃないかなと思いますね。こう。機械が違うんですよね。結構機械が違うのが多くて、僕も、その辺の事情ちょっとよくわかりませんけど、これはもう、機械は違います。ウィットナーのウィムスとは。はい。開けてみて驚きました。